Thank you.
ルティヌー作曲、ピエロ・デル・ラ・フランチェスカのフレスコが、管弦楽ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、指揮ヤニック・ネゼ・セガンでした。ベスト・オブ・クラシック、この時間は2015年7月25日にザルツブルク祝祭大劇場で行われたヤニック・ネゼ・セガン指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏会をお送りしています。ベスト・オブ・クラシック、ここまでは2015年7月25日にザルツブルク祝祭大劇場で行われたヤニック・ネゼ・セガン指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏会をお送りしました。少し時間がありますので、今年のニューイヤーコンサートのライブ CD からお送りします。今年はラトビア出身のマリス・ヤンソンスが指揮を務めました。お聴きいただくのはヨーゼフ・シュトラウスのポルカ・トンボ、そしてヨハン・シュトラウス父のため息ギャロップです。2曲続けてどうぞ。
ヨゼフ・シュトラウス作曲ポルカ・トンボ、ヨハン・シュトラウス父作曲ため息ギャロップ、管弦楽ウィーンフィルハーモニー管弦楽団、指揮マリス・ヤンソンス。今年のニューイヤーコンサートのライブ CD からお送りしました。2015年に欧米で行われたオーケストラ注目の公演をお届けしている今週のベストオブクラシック、今日はザルツブルク音楽祭で行われたヤニック・ネゼセガン指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏会を中心にお送りしました。明日はアラン・ギルバート指揮ニューヨークフィルハーモニックの演奏会をお送りします。どうぞお楽しみに。